世紀末決戦兵器ここに参上。社長が新しいコマンダーか、よろしく頼む。我が輩を立たせておけば会社のロビーに彫刻など必要ない。一同気をつけ、社長に向かって敬礼。もちろん大きさが全てではない。しかし巨大な大砲のかっこよさは否定できないだろう。大きいほどより繊細な管理が必要なのだ。おお、我が輩の助けが必要なのか。いつでも言ってくれ。装備は十分だ。出撃はまだなのか。心地いいな。出庫する前に戻った気分だ。演算を始める。演算が終了した。報告を開始する。超過、準備中だ。我々の勝利だ、諸君。コギポクだと、エラーに違いない。みんな、我が輩が来たからには安心だ。全員後ろに下がっておけ。この戦闘は我が輩が主導しよう。うん、小さくて可愛らしい部品だな。人間は経験を通じて成長する。自立学習型ロボットも同様だ。よし、これでさらに多くの人命を救助できるな。通路がかなり狭いな。我が輩との利害が一致するとは喜ばしいことだ。フューチャーアットウォーには社長のような素晴らしい後援者が必要だ。社長はもしや巨大ロボットが嫌いなのか。